平和の鐘を歌います。どなた様でもご自由に、一緒に合唱参加できますので、よかったら前の方に、来てください。はい、では合唱団の皆さん、それから松戸スイングセピアの皆さんで一生懸命歌います。どうぞよろしくお願いします。
縄から来ましたシンガーソングライターの幸宏と言います。カタカナで幸宏と書いて幸宏と読みます。呼び捨てで結構ですので大きな声で幸宏と呼んであげてください。せーの、ありがとうございます。もうこの瞬間から皆さんとは大親友です。よろしくお願いします。皆様の温かいまた熱い思いのおかげで天気予報を覆し最高の天気になりました。では、平和への思いを込めて作った琉球という曲聴いてください。Ra ra 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 ra
続いては、スローな曲ですけども、限りある時間という歌を歌います。僕らは限られた時間の中で生きてますけども、その限られた時間の中で、どう生きていこうか、まあ普段あまりそういうことを考えないんですけどもね、なんで明日もあるさっていうね、普通に明日があるというふうに当然思うんですけども、でも、限りある時間ということを考えると、この、一日一日または、瞬間瞬間この時をなんかとても大切に過ごさなくちゃいけないんじゃないかなとか、いろいろ、考えさせられます、まあ、そういう思いで作った曲です。限りある時間聴いてください。
では、僕のステージ最後の曲は今日から明日へという歌を歌っていきたいと思います。この歌ですね、手話でみんなと歌っていきたいと思います。全部やるのは大変ですから、サビの部分だけ一緒に、頑張ってやっていきましょう。いいですか？はい、ありがとうございます。ではサビの部分一緒に皆さんリハビリのつもりでお付き合いください。いきますよ、せーの。元気出して、後ろの方も頑張ってお付き合いくださいね。みんなで一緒にやっていきましょう。せーの、はい。元気出して笑い飛ばしてて、お叩いて歌おう。歌おうはピースでなくて中指と人差し指をくっつけて口元から歌おう。もう一回や、せーの、はい。元気出して笑い飛ばしてて、お叩いて歌おう。素晴らかしい。あと半分あります。頑張ってください。君がいれば、人差し指と人差し指くっつけます。一緒という意味です。君がいれば、いればといっても口から出さないように気をつけてください。出した方は戻してください。はい、君がい、あ、違いました。君がいれば心は踊る。今日から明日へと。ここは親指と人差し指をくっつけてお墓を作ったのをつなげます。今日から明日へ続くよ。今日から明日へと。最後です。動き始めてる。動き始めるは扉を開いて前に進んでいくよ。いやいや、私の家の扉こうですと言わず、みんな同じ扉にしてください。頭からいきます。せーの、はい。元気出して笑い飛ばしてて、お叩いて歌おう。君がいれば心は踊る。今日から明日へと動き始めてる。素晴らかしい。最高です。今日は憲法記念日です。憲法集会、日本国憲法は本当に世界に誇る素晴らしい憲法です。この素晴らしい憲法を大切に守りながら、今日はこの日本国憲法のお祝いです。世界にこの素晴らしい憲法を広めていきましょう。今日から明日へ。イエーイ。手拍子よろしく。ようこそはるばるありがとう、あなたが来るのを待っていた。楽しい仲間が集まれば、どんなことでもできるのさ。花の違いや言葉の違いも、みんな鍵までそうさ、心から済まさ。いくよ。元気出して笑い飛ばして、手を叩いて歌おう。君がいれば心は踊る。今日から明日へと動き始めてる。この調子はどうですか？人生のんびりいきましょう。これからあなたが主役です。よければ一緒に踊りましょう。はるか昔に出会ったはずさ、今日は懐かしい。そうさ、同窓会だよ。
けた雨がもうすっかり晴れて日がさんさんと差していますね。風がちょっと強いですけれども、この風も私たちのこのこれから、起こります安倍政権の憲法改悪反対の向かい追い風となっているような気がします。頑張りましょう。それではですね、続きまして、ご紹介したいと思います。岐阜県で中津川ザ・ソーラー武道館の主催者でもありまして、そして、シアターブルックのボーカルとギターを行っています佐藤泰治さんの、演奏歌をお願いしたいと思います。それでは準備はよろしいですか、ね、お待たせいたしました、佐藤泰治さんです。よろしくお願いします。こんにちは、佐藤泰治です。すごい天気良くていいですね。なんかあれですよ、見ようによってはなんか鯉のぼりがわーってこうあるような坂戸にも見えますね。最近2人目の男子が生まれて鯉のぼり飛ばしております。息を聞いてください。もう一度世界を変えるのさ。目をそらさないで耳を澄ましてみよう、もう一度世界を変えるのさ。耳を澄ましてみよう。
もう一度世界を変えるのさでした。いや憲法集会と聞いてこう一応こうなんかこうちゃんとした格好で来なあかんかなと思って一応ジャケット着てきたんですけどこうスーツでネクタイっつうのもどうやろうと思って一応こういうねこうまあちゃんとしている風で来たんですけどみんな完全に T シャツですやんね。そうなのかみたいな。ほなまあじゃあ次の曲いきますんでみんなちょっとノリノリの憲法集会とかいうのが見たいんですけど私ノリノリなんだなこの人たちっていう風にしていかないとですね楽しそうにしないとダメですよ。怒ってるんじゃ変わりません。楽しそうにしてください。ああここは楽しそうやな何かやってんのかなと右翼の人も遊びに来るというそういう風なこなんか楽しそうだなという雰囲気を皆さんね頑張って出してくださいよ。ノリノリで。出身なんですよ。徳島県にはですね阿波踊りというのがございまして阿波踊りにはですね一つの哲学があるわけです。いきますよ。踊るアホに見るアホ同じアホなら踊らなそんそんこれですよ哲学でございます。踊るアホに見るアホ同じアホなら踊らなそんそんそういうことなんですね。要するに阿波踊りの前ではどんだけ偉い総理大臣もどんだけ偉い将軍様も侍ももちろん国家公務員もそうですねここに集まってる人たちもこれをね傍観しに来てる人も全て阿波踊りの前では平等だということを300年言い続けております。我々徳島の人間はぜひですねぜひ私のリピートアフターミーしてほしい。リピートアフターミー分かりますか。私を繰り返してください。いいですか。ともよ、うん、踊らなそんそん踊らなそんそん
踊らなそう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 踊らなそお前がしかし満身創痍特急大事な負けてないでパパッタパイに戻るなソンソン今あなたに伝えたいよここで愛を解釈で変わらないってことをフェネス天使の更新お前がしかし安心すんな特急大使目を覚ましなさいパパッタパイに戻らなソンソン今あなたに伝えたいよここで愛元に戻せさもなきゃ滅亡さわかってるでしょうあなたが一番わかってるでしょう踊らなそうさおいえ皆さん準備はいいかいお前がしかし空気は読んで Thank you 大事盛り上げたいよパパッタバリュー戻るのソンソンですよ皆さん楽しそうにやってるのがいいんです楽しそうにやってないとね続きませんこれはこの集会は長期戦です時間かけてやるやつですだから楽しくやるんです
怒っとってもね変われへんから。そうなんよ、楽しそうにいきますよ。ちょっと次の曲はしっとりやけど、いえ、よっしゃ。それでは尊敬してやまない人のクッソ名曲をやりたいと思います。Yeah. All you wanna see, all you wanna see.
プリンスのパープルレインでした。よし、じゃあ最後の曲です。ありたけない、僕ですね、ソーラー武道館っていうフェスやってまして、全部の電源を太陽光発電で賄うっていうやつをやってるんですよ。今年は9月の22、23、もう6年目に入ってまして、3万人とか集まるでかいフェスになってるんですよ。ぜひですね、見に来てください。食べ物のメニューは全部放射線量を表示してやっております。自分が正しいっていう、正しいと思うことはできます。だからこの憲法は正しいと、ここにこんだけたくさんの人が思っているので、必ず解約ということにはならないと信じております。信じる気持ちが大事だと思います。信じる気持ちを楽しく表現するのが長続きの秘訣やと思います。ありったけの愛。手拍子は？みんなきっとわかってる、押し縛られされる美しかったあなたの色。みんなきっとわかってる、いつまでもどこにいる石ころのどこと。みんなきっとわかってる、この遊びをしたつづけの中のこと。みんなきっとわかってる、こだらけ取り切るガラスの輝く白い音を上げたかわぶるのばばる、動かなくなる肉の塊の上に踊っていいですよ。雨は降り、雷は落ちる、それを必要としているものがあるから。その上の太陽は借りたけの愛だけでできてると思いませんか。カモン、ありったけの愛だけで、あの太陽ありったけの愛だけで、あの太陽もあれ。踊ってほしいな。みんなきっとわかってる、責任をなすりつけ合う誰かのこと、誰かのこと。みんなきっとわかってる、終わることのないはずだった夢のこと、夢のこと。あげた川ぐるぐる回る、よかなくなる肉の塊の上の上の上。雨は降り、雷は落ちる、それを必要としているものがあるから。その上の太陽はありったけの愛だけでできてると思いませんか。カモン、ありったけの愛だけで、あの太陽はありったけの愛だけで、あの太陽はありったけの、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 ありったけの愛だけで。そう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 、踊ってくださいよ。どんな踊り方でもいいんですよ。手を上げて足を運べば阿波踊りや。
ってください。シャラララララ、シャラララララ、シャララ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 ラ、ナナナ、ドゥンドゥンドゥー、あああああ。もう一回いこうか。シャラララララ、シャラララ、男子はオクターブ下。シャラララララ、シャラララララ、シャララ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 ラ、ドゥンドゥンドゥルル、ハァハァハァ。ちょっと歌って。シャラララララ、シャラララララ、シャララ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 ラ、ドゥンドゥンドゥル、割りたての愛だけでできてると思いませんか。ありがとう。ありたての愛だけで、あの太陽も、ありたての愛だけで、あの太陽も、ありたけの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 愛だけで。右と分かってる憲法9条はとても美しい文章。右と分かってる、みんな分かってるんやから、楽しそうに楽しそうにやりましょう。踊ったりするとよりいいですよ。そう、心を込めてこの音で踊ってください。喧嘩するより全然効果的です。怒ってても変わらんから、楽しく踊って帰るわけ。一緒に踊れるから、敵も味方とかないから、先に踊った方がずっと楽しいから。うわー、楽しく今日を過ごしましょう。ありがとうございました。必ずこの球場を残しましょう。ありがとうございました。佐藤大治でした。大治、ありがとうございました。佐藤大治さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。司会を交代したいと思います。次の司会はここで菊池さんにお願いしたいと思います。菊池さん、お願いします。岸山さん、お疲れ様でした。皆さん、こんにちは。今朝の雨はちょっと嫌でしたね。いつも国会前で雨が降るとみんなで安倍にも負けず風にも負けずと言っております。そして今日もこの司会で言わなきゃいけないのかな
すごい風、怒風と書いて怒る風と言います。怒る風が吹いて、そして雨は去っていきました。安倍は逃避行しております。さあ皆さん、お待たせをいたしました。憲法集会の始まりです。平和と命と人権を 5.3 憲法集会、ただいまより開会いたします。私はいつも9条がなくては平和でなくては落語を笑ってもらえないと、いつも9の紋付きを着て落語をやっている落語家、古今亭菊千代と申します。今日は元気に司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではまず最初に、この 5.3 憲法集会実行委員会を代表いたしまして、高田健よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。本当に今日は天気がどうなるか、昨日心配で心配でしょうがなかったですけれども、皆さんの今日の憲法に対する熱い思いでどうにか晴れてきました。足元の悪い中、たくさんお集まりいただいてありがとうございます。本日5月3日71回目の憲法公布記念日にあたり、9条改憲の平和と命と人権を 5.3 憲法集会2018においでのすべての皆さんに、本集会実行委員会を代表して心から歓迎の挨拶を申し上げます。今日永田町の情勢は風雲急を告げています。日本会議など一部の極右勢力を基盤とした国家の私物化を進めてきた安倍政権の下で、国家行政権力の前代未聞の崩壊現象が今進んでいます。森友各学園疑惑にまつわる公文書の改ざん、隠蔽、防衛省のシビリアンコントロールの崩壊、財務官僚によるセクハラなど、政府と国会、市民との関係は極めて異常な事態を迎えています。にもかかわらず、立憲野党の共同した追及に対して安倍政権は真面目な議論を避け、責任を明確にしないばかりか、真実を隠蔽し、居直り逃げ回っています。安倍政権は憲政史上最悪最低の内閣だと思います。安倍内閣は今急速に下落する内閣支持率の前に、崩壊、政権崩壊の危機に直面しています。昨日のある新聞の世論調査では、安倍内閣の下で憲法改正を実現することに反対の声は 58%、 昨年より大きく増えています。賛成はわずか 30% です。安倍晋三首相が昨年の憲法記念日、ちょうど1年前のこの憲法記念日に打ち出した9条1項2項を維持して自衛隊の存在を明記する改憲案には、反対が 53%、 賛成が 39% でした。すでに安倍内閣の支持率は2割台に落ちている調査もありますが、この調査では 36% でした。安倍政権の存続を大多数の人々が望んでいません。安倍晋三政権はその発足以来、憲法9条を変えて戦争する国を目指すという戦後の歴代政権の中でも極めて得意な内閣だと思います。安倍政権はこの74年日本国憲法の破壊を念願にしてきた日本の改憲右派勢力、とりわけ日本会議など極右改憲派のエースとして登場しました。改憲派にとって、この切り札の安倍内閣の下での改憲策動に失敗することは絶対に許されません。改憲派は今、倒れそうな安倍政権を支えるために必死の策動をしています。日本会議や国家基本問題研究所の桜井よし子氏らの最近の必死のあがきはこのことを物語っていると思います。安倍首相もボロボロよれよれになっても、なお政権にしがみつく理由はそこにあると思います。改憲派にとっては、もし今安倍政権が倒れたら、
彼ら彼女らが念願している会見はしばらく立ち上げることのできないような打撃を受けることは明白です。ですからこの右派会見勢力と私たち憲法9条を守って平和と命と人権を守ろうとする市民との戦いは苛烈なものとならざるを得ません。安倍政権はいかにボロボロに見えようとも自然に倒れるものではありません。私たちの力で倒す以外にはありません。北東アジアに目を転じてみますと、今朝鮮半島は歴史的な平和への流れと大きく変化しつつあります。多くの人々が熱核戦争の危険を心配したあの危機は去ろうとしています。これこそ2016年の韓国のキャンドル革命を勝利した韓国の市民をはじめとする東アジアの民衆の大きな成果だと思います。私たちは本日の 5.3 憲法集会の一大デモンストレーションを必ず成功させ、安倍内閣を倒すために立憲野党と協力をして連休明けから全力を挙げた戦いを再度開始したいと思います。今日はその出発点です。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。それでは早速皆さんの心を代弁してもらいます。トークのコーナー、まず第1部でございます。4名の方々にお話をいただきます。まずはじめは落合恵子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。元気でいきましょうね。そこまで来てますよ。あと一押しだと私は信じています。ですから今日はちょっと静かに話をしたいと思います。嘘つき内閣が嘘に嘘を重ねています。私たちみんなはもうすでに知ってしまいました。現内閣安倍内閣は総理のご意向内閣ではありませんか。忖度しなきゃ維持もできない内閣ではありませんか。彼らは福島を忘れ沖縄を苦しめ、一機1億800万のイージス・アショアなどを米国から機器として買って、国内では貧困率や格差を拡大しています。戦争大好き内閣と呼ぶしかありません。公文書の改ざんも隠蔽も何でもあり、何でもやるのが現内閣であり、やらないのは福祉と平和と命のためのしっかりした対策であると私は思います。にもかかわらず一方では支持率まだ 30% あるんですよ。さっきのお話にあったように、現内閣下における憲法の改悪については昨年よりはるかにアップして 58% の人が反対を表明をしていますが、やっぱり支持率も下げないと、もっともっとなんですよね。小選挙区制にも風がすごいね、すごい山んばになってるけれども私は、小選挙区制も変えなければいけないと思いますし、一部マスコミのいいダクダクと従うところのマスコミ操作に入っというところのマスメディアも、私たちは私たちの声で変えていきませんか。平和と命と人権が今日のタイトルですが、それらを核も長い間凌辱してきたのは安倍内閣ではありませんか。そのことにしっかりと私たちは落とし前をつけていきたいと思っています。現政権がある限り私たちの安全も安心もありません。私たちにできることは安全と安心を取り戻すために新しい社会と時代を作り続けることだと思っています。私たちは知っています。独裁者は自らの欲望のために最後は破滅することを。
破滅してもらいましょう。叫ばないと言いながら叫んでる自分がいたりしますが、平和と命と人権のために私たちは今日ここにいます。そして抗い続けています。抗うことは私たちが生きている証であり誇りであると、もう一度心に刻んでいきましょう。おとなしく従順な羊の国は狼の政治を生むと言った人がいました。確かベーコンだったと思うのですが、今朝ベーコン食べた人もいらっしゃるのではないかと思いますが、私たちはおとなしく従順な羊であってはならないはずです。そして私たちはあの醜悪で最悪で嘘ばっかりの狼に自分を差し出すつもりは全くないと、もう一度ここで自分と約束をしていきましょう。あれほど醜悪な狼に食べられてなるものかです。話がコロッと変わりますが、最近話題の腸内フローラ、ご存知だと思います。腸内フローラの全体の中で、善玉菌というのは 20% だそうです。悪玉菌は 10%、 じゃあ残りの 70% は何なのか。日和見菌って本当だそうです。読むそうです。なんかのパーセンテージにとても似ているなと思いつつ、私は日和見菌をノックし続けるつもりです。日和見菌は優勢になった方につくそうなんですから、私たちは私たちの声をもっと上げ続けていきましょう。もう一度繰り返します。抗うことは私たちがこの国に生きる証であり、同時に抗うことは私たちが次や次やそのまた次の世代に手渡していく生きる姿勢であり思想であると心に刻んでいきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。こちら恵子さん、ありがとうございます。続きましてお願いいたします。和光大学教授の竹信美恵子さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、竹信です。先ほどからどうしてこんなにひどい政権に3割もの支持がいまだにあるのかっていうことが何度も何度も皆さんがおっしゃっておられました。でそれはもちろん選挙制度のせいもあるでしょうし、それからまあいろんな問題点たくさんあると思うんですが、私思うのにはやはり9条憲法ということについて私たちはもっと幅広く言葉を獲得しなくちゃいけないんだっていうことだと思うんですね。何のことかというと、人々のあまり関心がない人の頭の中には9条戦争とただそれしかインプットしていません。だけど本当は9条っていうのはものすごく幅広い裾野を持っているっていうことなんですね。考えてみましょう。戦争の前の社会ってどうですか？もうほとんど毎回毎回10年ごとに日本は戦争してました。そしてその度にものすごい軍事費を使いまくっていました。ちょっと統計を見てきたんですけれども、日清戦争の時にですね、その財政のうちの軍事費 69.4%、 それから日露戦争 81.9%、 でさらに日中戦争が始まった後からもう7割台でずっと来てるんです。財政の7割ですよ。そしてさらに敗戦直前の1944年 85.3%。 どうですか？こういうものに歯止めをかけられないで、どうやって国のお金を私たちの暮らしや社会保障や生活の安定、貧困解決に使えるんでしょうか？実は戦争終わった時の日本国憲法と9条はそういうものを大転換させるって意味があったはずなんですね。だから70年も変えずにみんなそれでもってやってきた。変えなかったわけです。その転換に賛同してたからですね。でそれはなぜかというと、9条というまず歯止めがあり、天井がありますよね。キャップがはまってるわけです。でそこに、生存権守る25条とか、それから、その女性 の家庭内での平等を保つ24条とか、それから、働くっていうんで言えば、労働の権利、義務を、もう権利ですね。私たちは働く権利があるんだから、ちゃんとそれを国は保障しろっていう勤労権の27条。
でそれを使って、労働組合を作って私たちの働く条件を良くするために労働三権を使うという28条いろんなものがぐわーっとある。でそういうことはちゃんとこう国の金が回ってくるようにするためには戦争しちゃいけないんですよ。それでそれもしかしてですよ、今9条の枠を外したとします。何らかの方法で今盛んにそれやろうやろうと安倍政権は言っています。それを外したら社会保障できますか。もう野放図に軍事費が増えていく、誰がそれに歯止めをかけるのかわからないという状況に立っていることを、この改憲問題を論じるときに特にそれ関係は問題ないと言っている人たちはどれくらいそのことを意識しているでしょうか。介護や保育、大事だ、そんなことの方がずっと大事なのに救助とか戦争とかあっちの話をしている場合じゃないとか、私関係ないですっていう人にたまにいます。関係あるんですよ。私たちがまともな育児支援やまともな介護支援、それ以外にも貧困対策、そして今非正規が、なんと4割近くまで増えちゃってる、そういうような状況の人たちにまともな生活を保障する国の義務ということを守るならば、そんなことに金使っちゃいけないんだというキャップを守らなければできないんです。で、そういうことをもっと私たちは分かってもらわなければいけない。今のようなあんな盛りかけ問題が起こるような社会、国でです、政府でですね、その歯止めを外したらまた7割、8割軍事費って時代が来ないとも限らないっていうことをもう一度思い出す必要があります。よく平和ボケという言葉があります。私たちはお金をちゃんとそこそこは原則として民生に使うんだということを規定した憲法に守られていて、もうそのありがたみがわからなくなっています。昔のことを思い出してみろと。よくシルバーの人ばっかり来てると言いますが、それは当たり前です。どうしてかっていうと、単に戦争のことだけではなくって、その時代そういった社会では社会保障なんかほとんど顧みられなかったし、で女性は要するに家の中で社会保障ない分必死になって家庭家族に尽くせと言われめちゃめちゃだったわけじゃないですか。そのことを ご高齢の方は体感してるんですよ。だから救助っていうと実は言葉にしないけれど無意識のうちにそういう自分たちのなんとなく体験している、暮らしのかつての非常に困った状態って言いますかですね、怖い状態っていうものがビビビッとこう連想されていくわけですね。だから来るんです。若い人はっていうと若い人がそれに関心ないわけじゃない。でも戦争についての記憶をぶつけられてしまって、そのような戦争する国になったら君たちの大好きな奨学金もいろんなものも全部ダメなんだでということが理解されていないんです。だから私たちはそういう発言、そういう論理構成、そういう言葉を獲得して、実は戦争しない国っていうのは奨学金もちゃんとある、それから学費が安い、まともに教育が受けられる、若者の貧困がない、こういうことのために税金を使える国なんだ、それから女性について言えならば子育て支援ちゃんと金が回ってくる、今みたいにもう待機児童ばっかりでひいひい言ってるような社会ではないことができる、そういうふうに発言していかなければいけないんだっていうことを今日皆さんとぜひ共有していただきたいと思うんですね。はい、ということがあまりにもこれまで、きちんと理解されてこなかった。つまり、ですね、今の私たちは2つの岐路に立っています。国威発揚の誰か一部の人がいい気分になるための国に転換させるのか、それとも原則として国のためにお金を使うちゃんとしたそういう社会状況を守るのか、その岐路に立っているわけです。ですから今のままこれを守りきることができれば、私たちはそれまで、そういった原則に反対する人たちにじわじわと振り崩されていったいろんな私たちの権利をもう一回確認し取り戻すことができるんじゃないでしょうか。会見したいという人がいるかもしれません。もっと実態に合った会見をしたい、いいです、よろしいでしょう。そのためにはまず今、国民のためにちゃんと金を使う、戦争しない、国威発揚じゃなくて生活に使う、そういう確認を、確認する、そういう原則を確認するところまで来て、憲法がやっと本当に私たちのものになった時に自流にあった、もっといい改正をしてもいいかもしれません。今そんなことを言ってる場合じゃないんです。今の争点は、国のための国威発揚の改憲か、生活のための改憲か、
国民が貧困に陥るか、そして格差が広がるか、それが今の会見の争点だということをもう一度ここで皆さんと共有したいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。竹信さん、ありがとうございました。続きまして、室蘭工業大学准教授清瀬愛沙さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。北海道の室蘭工業大学で憲法学を担当している清末愛沙と申します。71回目の憲法記念日の本日、皆さんの前で何を話すべきか私は随分悩みました。法学研究者の端くれとして、3月22日に自民党がまとめた改憲4項目の素案の問題点を提示すべきか、それとも現代の戦争や抵抗運動の現場から見える改憲問題について話をすべきか、結果的に本日は現場に即した改憲問題についてお話をさせていただくことにしました。軍事力に依拠した安全保障政策が人々の尊厳を奪う一方で、非暴力平和主義が机上の空論ではなく、私たちに本当の平和をもたらす現実的な手段であるということを、できるだけ多くの方々と私は確認したいというふうに考えたからです。4月27日、韓国と朝鮮民主主義人民共和国との間で首脳会談が行われました。会談の結果として署名された板門店宣言では、今年中に、今年中に朝鮮半島の終戦が宣言され、1953年に締結された休戦協定を平和協定に転換するということが謳われました。これは朝鮮半島、ひいては東アジアにおける現実的な平和構築に向けて歴史が大きく動いたことを意味するものでした。戦争という究極的な暴力を終わらせようとするこの試みがなされたこの歴史的な日に、沖縄辺野古で起きていた出来事、それは南北会談とはあまりにも対極的なものでした。4月23日から始まった辺野古ゲート前連続6日間500人集中行動の終盤に差し掛かったこの日、機動隊はキャンプシュワブのゲート前で建設を止めるために座り込んだ民衆を次々とごぼう抜きし排除しました。さらにはあろうことか、ごぼう抜きした人々を歩道の上で柵や機動隊の車両などを用いて囲み、そこから出ることを禁じました。これはいつものことです。そしてこのような行為は令状も何もない不法な拘束です。憲法上決して認められることがない法定手続きによらずに人々の自由を物理的に奪うとんでもない行為です。また抗議行動という表現の自由を侵害する行為そのものです。私もまたこのごぼう抜きをされた人々の一人でした。私がこの行動に参加した理由は、常に自分の研究の根底にある憲法の平和主義が全く適用されていない沖縄で、一研究者として平和的生存権を侵害する巨大な権力、それを支え続けてきた日本社会のありように正々堂々と抗議すべきだというふうに思ったからです。沖縄が憲法万が一であることを認識している以上、それがたとえどんなに短時間であったとしても、踏みにじられてきた沖縄の民衆の尊厳を共に奪い返す、その活動に参加すべきだろうというふうに思ったのです。座り込みをしている最中、
また機動隊に両手両足を持たれて無理やり体を運ばれている最中、私の頭の中には何度も何度も繰り返しある光景が蘇りました。イスラエルの占領下にあるパレスチナで人々が非暴力で抵抗するその姿です。粘り強く抵抗する姿です。イスラエル兵が水平打ちの構えで銃口を向けようとも、実弾で威嚇射撃をしようとも、音響爆弾や砕流爆弾を投げようとも、そして実際に死者が出ることを前提に発砲しようとも、また戦車が人々を立ち塞ごうとも、非暴力で抵抗するパレスチナ人、倒れた負傷者を懸命に救出するボランティアの救急隊員、こうしたパレスチナ人の姿と基地建設に抗する反対する沖縄の民衆が私の中では重なるのです。またパレスチナ人を徹底的に弾圧する若いイスラエル兵と、沖縄で民衆を弾圧する若い機動隊の姿が重なるのです。暴力的な機動隊の姿を目の当たりにしているときに、これが軍事組織による弾圧だったらさらにむごい惨状が繰り広げられることになるだろうと思わずにはいられませんでした。このような弾圧をもたらしている権力者たちは、東アジアの平和に緊張をもたらしかねない改憲を果敢に進めています。手を緩めるわけにはいきません。自衛隊の主たる任務は自衛隊法3条1項の前半に規定されているように国防にあります。しかし後半には必要に応じ公共の秩序に当たるものとすると書かれています。公共の秩序の維持の名のもとで自衛隊が治安出動することが認められるということです。言い換えると民衆に銃を向ける可能性があるということです。沖縄の民衆に銃を向けることができるということです。自衛隊の憲法明記とは、現実的に存在してきた自衛隊を単純に追認するそんなものではありません。軍事組織としての自衛隊を憲法上の公的な存在にすることで、その活動を躊躇なく行うことができるようにするものです。安保法制すなわち戦争法により世界各地で武力行使が可能となった自衛隊に正々堂々と戦うことを求め、そしてそれに抵抗する者たちを容赦なく弾圧する可能性がぐっと増すことを意味します。そんなものは決して受け入れることはできません。パレスチナ人をテロリストと呼び、自衛や対テロのための軍事作戦と主張するイスラエルによる過酷な軍事攻撃を受けている最中に、私は自衛や国防の名のもとで正当化される軍事攻撃がいかに残酷で醜いものであるのかということをこの身をもって嫌というほど学びました。何よりも貴重な命を奪うだけではありません。徹底的に痛みつけることで人間として生きることを支える尊厳を握りつぶそうとするのです。そうであるからこそ、私は決して諦めてはいけない命が、己の命が奪われそうになっている極限的な状況下で、私という生身の人間の中に残されていた尊厳により崩れ落ちそうになっている自分を支えていました。尊厳とは非暴力による平和を生み出す力であり、平和を支える力です。それが奪われそうになっている時に、あるいは奪われた時に、人は抵抗するのです。人は生まれつき抵抗者なのではありません。状況が抵抗者を生むのです。その実践の一つが、本日お話しさせていただいた辺野古の座り込み闘争やパレスチナの非暴力による抵抗運動であると私は確信しています。4月27日、世界は南北会談を通して再び学んだはずです。非暴力による対話が現実的な平和をもたらす強力な手段であるということを、違いますか皆さん。私が最近代表演者を務めた改憲問題に関する本の中には、
第2部の扉の絵として戦車の前に立っている女性らしき人物が出てきます。この絵を目にした時、私は自分の目から涙がこぼれ落ちました。これは私自身が覚えているパレスチナで非暴力による抵抗運動を従事していた頃の自分の姿です。私だけではありません。抵抗する仲間たちの姿です。自衛隊の憲法明記がなされ、日本社会の軍事化があらゆる場面に進められる時の未来図を示す絵でもあります。軍事組織、軍隊は私たちの命を奪うことこそすれ、決して民衆を守るものではありません。軍事力に依拠する安全保障は私たちの命を危険にさらします。そのことを私の体全体で記憶している経験から私自身は学びました。私はこのような未来図とは無縁な世界に住みたいのです。抵抗が求められるような世界には住みたくありません。そのためには球場への自衛隊免許を含む会見を阻止するだけではなく、非暴力という現実的な手段をもって日本国憲法の平和主義が平等に適用される、そんな社会を作る努力をすることが私たち一人一人に今強く求められていると思います。皆さん、何があってもどんなことがあっても会見を阻止しましょう。ご清聴誠にありがとうございました。清瀬さんありがとうございました。続きましては一橋大学名誉教授山内俊博さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。山内と申します。私の方からは5点ほど簡単に話をさせていただきたいと思います。まず第一、日本国憲法が施行されてから今日でちょうど71年が経ちました。このことをまず私たちは共に喜びたいと思います。九条がとりわけ改憲されることがなかったからこそ、今日まで私たちは戦争することもなく、曲がりなりにも平和のうちに過ごすことができたんです。最近の共同通信の世論調査でも、日本が戦後海外で武力交渉してこなかったのは九条の存在があったからだと思うのかという質問に対して、九条があったからだという回答が 69%、 他の要因もあったからという回答が 29% でした。九条が果たしてきたこのような積極的な役割を、私たちは憲法記念日の今日改めて確認したいと思います。第二に、にもかかわらず安倍首相は現在でもなお政権の座に居座って九条改憲を声高に主張しています。安倍首相は賭け問題などで事実を隠蔽しておりますけれども、九条改憲問題についても嘘をついております。安倍首相は自衛隊が憲法に明記されても自衛隊の任務権限にはいささかの変更もないということを繰り返し述べております。しかしこの3月に自民党がまとめた九条改憲案を見れば、自衛隊は必要な自衛の措置を取りうる実力組織とされております。必要最小限度という文言すらなくなっております。これは現在の安保法制が定めている限定的な集団自衛権の行使を容認するのみならず、全面的な集団的自衛権の行使を容認することを狙ったものであることは明白であります。安倍首相の発言が嘘であることはこれによっても明白となりました。このように堂々と嘘をつく安倍首相には改憲を論ずる資格はありません。また首相の資格もありません。一日も早く退陣してもらうように強く要求しようではありませんか。第三に、自衛隊が憲法に明記された場合にはどうなるでしょうか。私は日本社会の軍事化が格段と進み、私たちの人権や生活にも多大の悪影響を及ぼすことになると思います。例えばこれによって徴兵制が
冒険とされる危険性が高いと思います。その他の軍事的徴用性が罰則付きで実現化される可能性も高いと思います。国民はそのような形で戦争への協力を強制されることになる危険性があるのであります。9条の への自衛隊の明記は単に自衛官に戦死者が出てくるという問題だけではなくて、一般国民にも戦死者が出てきて戦争への協力を強制される危険性が生まれてくるということでございます。そのことを私たちはとりわけ若い人たちに訴えていくことが重要だと思います。第4に、自衛隊の憲法明記によって国民の知る権利や表現の自由が軍事に関して著しく制限され、文民統制が機能不全になることが危惧されます。最近になってやっと自衛隊の威力派遣の日報の隠蔽が明らかになりました。自衛隊は防衛大臣の指示にもかかわらず1年以上にわたって防衛大臣や国会に対して、そして国民に対して嘘をつき騙し続けていたわけであります。自衛隊に対するシビリアンコントロールが全く効いてないことが明らかになりました。しかも現在でも国会で明らかにされたのは日報のすべてではありません。イラクでの戦闘が一番激しかった2004年の日報のほとんどは今なお公開されていないのです。一体どうしてでしょうか。自衛隊のイラク派遣がまさに憲法9条のみならずイラク特措法も禁止する戦闘地域で行われていたことが明らかになるからであります。このように戦闘地域での活動というものは国民を欺く欺瞞的な活動だというふうに言うべきだと思います。この責任はまずは制服組のトップの統幕議長が負うべきだと思いますけれども、いまだ統幕議長に対する処分はなされる兆しさえ見えません。この意味でも軍事に対する統制は全く効いておりません。しかもまさにこのような時に自衛隊の制服組の幹部が国会議員の小西に対して国会前の行動でお前は国民の敵だという発言をしたというのです。これもまさに軍民統制から逸脱した行為でございます。皆さん、現在安倍首相などが憲法に明記したいと主張している自衛隊はこのように軍民統制を逸脱した自衛隊なんです。このような自衛隊が憲法に明記された場合においてはどうなるでしょうか。文民統制からの逸脱はさらに目に余る統制困難なものになると思います。戦前の二の舞を私たちは犯すわけにはいかないのであります。最後に朝鮮半島をめぐる情勢について一言だけ述べさせていただきます。私たちは朝鮮半島の非核化と南北和解に向けて現在進行している対話の動きを積極的に支持し推進していくべきだと思います。圧力一辺倒の安倍外交は今や蚊帳の外に置かれております。それでは日本は一体どうしたらいいのか。私は朝鮮半島の完全な非核化を本当に実現するためには日本も完全に非核化するということを、つまりはアメリカの核の傘から離脱し核兵器禁止条約に日本も加盟するということを積極的に打ち出していくということが今まさに必要かつ有益だと思います。そうすることで私たちは朝鮮半島と日本を含めた東北アジア全体の完全な非核化を実現することに貢献することができると思います。アメリカのボルトン大統領補佐官は平和を欲すれば戦争に備えよと言ったと報道されております。しかし加藤忠一さんも的確にしてきたように戦争の準備をすれば戦争になる確率が高いのです。もし平和を望むならば平和の準備をした方がいいのです。私たちは憲法に自衛隊を明記して
戦争の準備をするのではなく、現在の憲法9条を生かして平和のための準備をいろいろとしようではありませんか。そしてこの平和憲法を100年間孫子の代まで生かしていこうではありませんか。そのために共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。山内さん、ありがとうございました。それでは皆さん、このお四方の素晴らしい発言に今一度大きな拍手をお願いいたします。山内さん、清末さん、竹信さん、そして落合恵子さん、ありがとうございました。続きましては実行委員会湯原知恵より寒波のお願いの発言をさせていただきます。会場いっぱいの皆さん、戦争は嫌だ、救助を守りたい、お金の心配なく医療にかかりたい、保育園に入りたい、セクハラ人権侵害許さない、皆さん熱い思いで参加されていると思います。憲法を生かして幸せになりたい、それが皆さんの思いではないでしょうか。今日の集会はこのステージ、新聞広告、そしてプラカード印刷、たくさんのお金がかかっています。そのお金は今日お集まりの皆さんお一人お一人のお気持ちに支えられて、集会成功へと今私たちは取り組んでいます。私たちの仲間がオレンジの腕章、寒波の腕章をして、オレンジの袋を持って今300人この会場を寒波の訴えをしています。大変混み合っています。中まで入っていくのが難しい、そういう状況もありますが、手を挙げて声をかけてください。そして呼んでください。寒波袋を隣近所に回してください。お一人のお一人の気持ちに届きますように、寒波が漏れなく会場を回りますように心から訴えます。お願いします。よろしくお願いいたします。それではここで政党の皆さんからご挨拶をいただきます。